映画倫理機構、一般財団法人映画倫理機構、映画倫理機構は、主に映画作品の内容を審査し、レーティング設定を行う日本の一般財団法人である。略称はエイリン。1949年、昭和24年に設立された映画倫理規定管理委員会、通称旧エイリンを基礎に、1956年、昭和31年に新たに設立された。 映画倫理管理委員会、通称、新映林、それを2009年、平成21年に改称した、任意団体、映画倫理委員会を前進とし、2017年、平成29年に設立された。1949年、昭和24年に、映画倫理規定が制定され、この実施、管理のため業界外部組織として、映画倫理規定管理委員会、 旧英林が発足した。同年4月14日、永田正一を同委員会代表に、野田公吾、山崎周一、八田隆小林る長江道太郎らが委員となって発足した旨の発表が行われた。1951年、昭和26年1月、従来の日本映画制作者連盟、英連会長兼任から学識経験者を、 委員長として専任することになり、元東方社長、法学士の渡辺哲三が二代目委員長に就任した。1956年、昭和三十一年に若者の協力的な風俗を描いた石原慎太郎原作の映画、太陽の季節が公開された際には、各地で未成年者の観覧が条例によって禁止される社会問題となり、その反省を受けて委員を 外部の有識者に移植し、運営を映画界から切り離す組織改編が行われ、同年12月に新たな表現の自主規制機関となる映画倫理管理委員会、新映林が発足した。2009年、平成21年4月23日に映画倫理規定に変わり、映画倫理考量が制定され、同時に委員会の名称も映画倫理委員会に改められた。 また、年齢層に対応して推薦をする映画を選定するため、映画倫理委員会委員長の諮問機関として、年少者映画審議会が設置された、全国工業生活衛生同業組合連合会、全協連に加盟する映画館は、映林の審査した作品のみを上映することになっている。2017年、平成29年、任意団体としての映画倫理委員会は解散し、 4月1日より新たに設立された一般財団法人映画倫理機構に業務を移管した。審査は同機構内に新たに設けられた映画倫理委員会が引き続き行う。レーティングは主にアメリカの倫理基準を参考にした独自のものであり、申請者は審査結果に意義がある場合は再審査を請求できる。区分には G 年齢に関わらず、 誰でも観覧できる PG12、12歳未満の年少者の観覧には、親、または保護者の助言、指導が必要、R15、15歳未満は観覧禁止、R18、18歳未満は観覧禁止の4種類があり、2009年より色分け表示が導入された。規定では、質の批評は行わないことになっているものの、基準には時代の流れが反映される。 1990年代前半には、美しきサカイ女により性表現が、1990年代後半から2000年代は、バトルロワイルをはじめとした、暴力表現や、スワローテールなど、反社会的勢力の表現が規制の対象になった。DVD 作品や、ゲームソフトなどの審査は別団体が行うが、経済産業省の指導により2006年、 平成18年7月に映像コンテンツ倫理連絡会議が設置され、日本ビデオ倫理協会、ノバー、ビデリン、コンピュータソフトウェア倫理機構、ヤックス、ソフリン、コンピュータエンターテインメント協会、セッサ、コンピュータエンターテインメントレーティング機構、セロ、日本アミューズメントマシン工業協会、ジャンマと共に、レーティングの審査基準、表示の統一化を検討している。 日本国内で制作、上映される映画作品の内容を審査し、パスしたものについては、映画本編、予告編含むの題名もしくは、最後の右下、左下の場合ありに、映林マーク、楕円形の中に、映林文字と審査番号が記されたものを表示することができる。表示された作品について、映林は審査の責任を負う。審査を通過できなかった。 あるいは受けていない作品が、映ンマークを使用するとは許されない。映画倫理規定制定以前に制作、封切りされた作品、サイレント映画は除くでも、映画館でのリバイバル上映の際に、内容の審査が入り、映ンマークが適用されることがある。2008年、平成20年に出された、メイプルソープ事件の最高裁判決によりわ説基準が緩和され、 それに伴いエイリーンの基準も緩和された。一定の要件を満たせば部屋のみならず正規であっても、モザイクを施さなくても良いとされ、正規が無修正で描写されている作品が多数上映されている。男性期が描写されている例としては、ジャッカスやベティブルー等の作品が挙げられる。部屋のみならず女性期までもが描写されている例としては、愛の禁税レポート。 クリムト等の芸術作品が挙げられる。過去の例を見る限り、その要件は以下のように厳しいものとなっている。ただし、ジャッカス映画版のような芸術性などが認められない作品でも正規の無重性描写が許可されており、その基準は不明確なものとなっている。委員の平均年齢が60歳以上、近年まで女性が委員に起用されなかったことなど、 審査体制が時代にそぐわなくなっていることがたびたび指摘されている。また、規制基準の不透明さや本来行われないはずである映画の質の批評が行われていることも問題視されている。その他、2007年、平成19年4月に公開されたバベルで観客が点滅映像により光過敏性発作を起こした際には、 映像技法の審査の不備が同じく同月公開の措置の R-15 指定を順再審査が却下された際には再審査に関し成分化されたルールが未整備であることが問題となった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。